ないな。お手並み拝見といこう。レンガだ。ボール入れてやる。こいつ突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。任せたぞ。締めていこう。通してもらおう。魔人剣フォーラー。突進は私が止める。お願いしたら。恵みの光よ。やっと突き止め。下げろ。決めてやる。投げ払う。現地の前を。の決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。通してもらおう。狙ってみるか。
こんなものか。やっぱり手際がいいな。まあこんなものか。やった、釣れたね。サクッと蹴散らしてやろう。決めてやる。まだ動きを封じてやろう。足止めは任せたまえ。拳を温めとくぜ。終わりだ。人権砲が気を抜くなよ。ここまでは無事に着けたな。うまそうな食材だな。ああ、これで新しい料理が作れるぞ。期待しておこう。では、キヨハリム、私は今が旬の釣り場を調べておきます。うん、そうか。釣り具は用意しておきますので。あ、釣った魚は焼きます。刺身にします。そう、うさほうやすぎるな。まずは無理だ。突っ込んでくるぞ。それを止めるためにこの盾がある。分かった、任せたぞ。叩き攻めるありがて、切り裂け。打ち込め、終わりだ。イエンジン、マジンテンシオン、ジェネシック、やらせじゃ。ドフラン、終わりだ。流星人、いけるぞ。ディオハイル、吹き込め、やらせじゃ。やるぞ。
行けるぞ。重装ライザー今だ。ひとまずの決着はついたか。まだまだ戦いは続くんだな。やってやれ。どこだ。うっかめはぁ、あ、けろ。かわせるくらいだ。断点そうだ。バンズでやってるぜ。終わりだ。準備完了。やっ、消えてやる。氷なぜだ。流星陣すべて受け止めてやろう。火の精霊術だ。ロックブレイク変速。氷なぜだ。うっかめはぁ、あ、やっ、倒れ。終わりだ。くらめいだ。今だ。どこだ。終わりだ。ほら風にもらう下げろ。大事を送る。まだ終わらないよ。勝てたか。までの戦いが身を結んだな。これは？どうしたんだ？断崖は相当な難所らしい。ここらで一度休んだ方がいいと思う。でもシオンは待ってるんだよ。だからこそだ。え？断崖とやらがどれほどのものだろうと、我々の真の脅威は
その先のボルラーンだ。ここで焦って消耗はできない。ましてや怪我は論外。そういうことだな。はい。それにアルフェンもまだ本調子ではありません。俺なら大丈夫だ。そうか、なら私が休みたい。それなら文句ないな。わかったよ。なあ、今さらだけどさ、アルフェンってどうやって300年も生きてるんだ？わからない。レネギスを離れてからカラグリアで気がつくまでのことは今も思い出せないんだ。まだ戻ってない記憶があったのか。一部の星船には眠ることで死を遠ざける装置があると聞く。本来は怪我や病に対する治療を得るまでの一時的なもののはずだが。それで300年眠り続けてたっていうのか。なんでそんなことに。君を逃がしたネウェリがそうした可能性は。どういう意味だ。レナである彼女なら君より星船の操作を理解していたのではないか。彼女がわざと俺を300年眠らせたとでも言いたいのか。ティオハリム、それは。言葉が足りなかったようだ。ただ私は気になっている。シオンとミコ・ネウィリ、誰かが300年前の誰かの血を引くのは当然のことだ。だがその両方が同じ人物、つまり君に関わっている。これは偶然なのか。俺に聞かれたって分かるはずないだろ。いずれにせよ、ネウィリがそうしたというのでないなら何か手違いがあったのだろう。複雑な機械は往々にして故障を起こすものだ。誤解を招いたのは謝罪しよう。ねえ、思ったんだけどさ、アルフェンの仮面って心を抑えたりするものだったんだよね。それって眠ってる間ずっと被ってたんだよね。そうなるだろうな。300年間ずっと。ねえアルフェン、もしかしたらそれが。アルフェンの記憶がなかった理由か。そして最も強く心に残っていた光景だけが夢として現れた。なるほど、筋は通っている。痛みが戻ったのも仮面が取れたことと関係あるのでしょうか。あり得るな。詳しいことはわからないが、精神への影響が肉体にも現れたのかもしれん。どうなってすまなかった。おかげで自分の謎が一つ、いや二つか、解けた。気にするな。私はどうやら空気を読むということが下手らしい。自分でそれを言うとことかな。シオン、無事でいてくれ。焦る気持ちはわかるが、休むときは休まないとダメだぞ。そうだよ、いざって時に力出ないよ。そうだな、ありがとう。うん、絶対にシオン助けようね。ゆっくり休んでくれ。私は一人。行こう、シオンが待ってる。リンウェルってさ、戦闘中によくブツブツ言ってるけど、あれって何言ってるんだ。なんで気になる。
気になるっていうか、結構乱暴なこと言ったりもしてるし、日頃の鬱憤を呪文にしてるのかなって。親父のバカ野郎って叫んで気合い入れるとか、そんな感じか。ないよそんな映像。あれはそのなんとなく相手の雰囲気に合わせて言ってるだけで。相手？あ、だからその魔法の属性の精霊力っていうか。精霊力？お前精霊力と話できんのかよ。そういうわけじゃないんだけど、言葉に感情を乗せるとうまく働きやすいから。なあ、精霊力と会話できるんなら明日の天気とかお宝が埋まってる場所とか聞けるんじゃね。ちょっと本気で信じてないでしょ。悪い奴がいる場所に雷を落としたりとかさ。天雷の裁き、サンダーブレイド！あっぶね、何すんだよ。うるさい奴がいるところに雷を落としました。やっぱただこのままってのはダメだよな。何が？な、あっと、なんだよ、リンウェルか。私じゃ何かまずいわけ？いや、そういうわけじゃねえけどよ。ただ、考え事してたから。珍しいんだ。茶化すなよ。真面目な話だ。あ、ごめん。俺さ、シスロディアで、ガナベルトのために働いてただろ。うん。目の前で蛇の目に仲間を殺されたせいだったよね。ああ。前は寝ると夢に見てうなされたりしてたんだ。けど最近あまり見なくなってきてさ。よかったじゃない。何がダメなの？あれは俺のやらかしの一部なんだ。だから忘れちゃダメな気がして。夢に見なくなったから忘れてきたってこと？なんで？どうしてそう思うの？なんでって俺頭悪いし。思い出せなくなったわけじゃないんでしょ？そりゃそうだけど。だったらそれって忘れたんじゃなくて受け止められるようになったってことじゃないのかな。受け止め、アルフェンみたいに。そうなのか。うん、そう思う。ローはすごいね。え？私はまだうまく受け止められてないから。自分のこと。リンウェル、装備は見直したか。